次に聴いていただいた曲は桃色クローバー Z さんの君と世界という曲でした。それではまだ私たちのことを知らない人もたくさんいると思うので、まずは自己紹介をしたいと思います。最初はマリンから。はい、こう見えても12歳、身長の高さはスカイツリー並み、スカウトマリンです。スカイツリーのように皆さんからの声をキャッチして、私たちからは笑顔を届けたいと思います。よろしくお願いします。爆弾娘の由来は小さいけど大きくダンスをすることです。皆さんに元気をいっぱい届きます。よろしくお願いします。はい、ジャンピンのクールガール山岸那須香です。ステージ前では人一倍緊張していますが、ステージに立つとポーカーフェイスなのでクールガールになりました。よろしくお願いします。はい、ラブリーボイスであなたのところを出すオン、ジャンピンのおしゃれパートナー沖本梨央です。おしゃれがとっても大好きなのでおしゃれパートナーになりました。よろしくお願いします。はい、ジャンピンの食いしん坊担当浜田彩香です。食には人一倍弾薬で、食べ物を食べると幸せな気持ちになるので食いしん坊担当になりました。今日はナナとリンがいないけど全力で頑張ります。よろしくお願いします。なぜピュアガールになったかというと純粋だからです。よろしくお願いします。はい、ジャンピンのハツラツ元気娘足立千里です。私はいつも元気でメンバーの中でもテンションが高いのでハツラツ元気娘になりました。よろしくお願いします。はい、ジャンピンの頼れるお姉ちゃん森ゆひです。私はジャンピンのみんなをまとめるのが得意なのでお姉ちゃんになりました。よろしくお願いします。と、それでは昔の曲なので知っている方は一緒に歌ってください。それではブラックビスケッツさんのタイミングです。We'll be right back.
して行われるので、ぜひ見に来てください。それでは次で最後の曲となります。最後の曲は、ももいろクローバー Z さんの DNA ラブソングです。それでは聴いてください。泣くのは自分次第、笑うのも自分次第、お願いします。